ホーラマデラという科学者を探してる。彼女の居場所に心当たりは？もっと情報があればよかったが。感謝する。誰？あなた。俺はノマド。ウォーカーとストーンのためにドローンを作ってたな。私は抗議活動に参加して拘束されたの。それで働かされていた。戦闘マシンなんて作りたくもないのに。あんたに何が起きたのかみんな不思議がってる。行くぞ。うかうかしてる暇はない。なぜここが？大五郎に聞いた。アウトキャストは滅んだとストーンは言ってた。全員じゃない。ストーンについて知ってることは？知る由もない。コールウォーカーとは窮地の中のようだけど、それは表向きで実は敵同士に思えるわ。ああ、わかる気がする。メキシコはよくわからん。俺とストーンは最後まで馬が合わなかった。屁をこいたりしてねえよな。違う。まずはここを出るぞ。おしゃべりはその後だ。この工場を止めない限り離れないわ。ストーンはドローンなしでも恐ろしいもの。何か考えはあるか？毎日ここで15時間働いてた。ここを吹き飛ばすアイデアはたくさん考えたわ。準備はできてる。エナジーセルが敵の手に渡った時に備えて、セルに過負荷をかけられるジャッカーを作った。装置を挿してある程度離れれば爆発。備完了。行くぞ。まずい。フライキャスト。傷は深い？心配するな。なんとかなる。なあ、聞いてくれ。できるだけ早くあんたを手当てしたい。サウスケープ基地へ。協力者が。フライキャッチャーはドローンを改装してる。自分のドローンを自分、アマチュアエンジニアタービンを改装したり、プログ…おい、手当てを頼む。医者がいると聞いたが。ポーラン、
医務室ドローンにやられた。助けたの？そうだ。よく彼女を見つけたわね。居場所は大五郎から聞いた。弟か。なるほど。でもスケルに頼まれたんでしょ。フォーラマデラは友達か？トランスヒューマニズムに反対する人は意外といるのよ。ポーラなら今はジェイスと動いてる。生きてた。ああ、あんたの助けがいる。なぜ助けなきゃ。全てジェイスのせいなのよ。ようやく悟った。彼はセンティネル。デウス計画もそう。やあ、ポーラは見つかった？ああ、来なかったが、うん、少し嫌われてる。やれやれ、先に言えよ。どうして？関わりたくもないわ。ああ、待って。二つ。まずは爆破事件の証拠がいる。犯人は誰だ？アウトキャストだろうね。ポーラに見せるべき証拠は爆発装置だ。次にポーラの夫を探せ。夫がいるとは聞いてなかった。